おはようございます。おはようございます。今日はですね、五葉松の針金かけをやっていきたいと思うんですけども、まず、趣旨というか前段階として、これはうちのお客さんのものでして、はい、今回展示会に使いたいということで、はい、展示会用にちょっと針金かけをしてほしいということで、今日やっていきます。なので、まあ、いつものように枝をガッと抜くんじゃなくて、うん、なるべく、培養管理が整っているように見せる、うん、枝数を多く残して、作っていくやり方でやっていきたいと思います。はい、今こうわーっと広がっている感じ、それをちょっと綺麗に整えるということです。正面こっちですか？前の方はこっちで作ってたんです、うん、僕知ってるんですけど、はい、まあ、ちょっとぐるっと見ていただくと、ここの、うん、幹のサバ感というか、この辺は確実にこっちの方がいいので、で広いんですよね、サバが、はいはいはい、こっちだとセオリーとしては奥に行ってるからこっちの方が、うんうんうん、こっちはいいんですけど、ただここの迫力っていう面ではこっちの方が、太く見えて、サバ感がいいので、ここでやっていきたいなというふうに思います。なるほど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前の方がここで作ってたっていうのもあって、うん、ここに一本差し枝というか、はいはい、があるんですけど、まあ並んでるんですよね、はい、正直この葉の量であれば、うん、あと長さがちょっと長すぎるんで、はい、これはもういらないんじゃないかなと思って、大きな枝抜きとしてはここが一番、まあ、抜いちゃうメインで、じゃあまず抜いちゃいます。お、はい、で五葉松ですから、若干僕の場合だと、枝を残して切ります、はい、でここにカットパスタを抜いて、あ、塗っといて、だいたい1年後ぐらいですかね、うん、にちょっともうちょっとしっかり、ほんと爪地みたいなちょっとちっちゃいやつにしてあげる方がいいと思います。はい、裏枝が、まあ、これを使わないやり方だと、ここのこいつを使うっていうやり方がありますね、はい、この辺を下げて裏枝にしていくって、うんうんうん、いや頭なんですけど、はい、展示会に出す時っていうのは頭をちょっと大きく作るんですよ。ほうほうほう。その方が、今の主流というか、うん、やっぱりちっちゃく頭を作るっていうかは、大きくポテッと作ってた方が、まあ、見栄えがするということで、はいはい、でちょっと今回は頭大きめに、大きめ、いつもちっちゃく作ろうとするじゃないですか、はい、私はそう、僕の好みはそうなんですけど、はいはい、だからそれだと木が今作ったような感じが出てしまうというか、少し若い印象になるんですよ。だから骨作りっていう面で見れば、頭がちっちゃい方が、その先10年とか考えると、うんうん、今大きく作っちゃうと取り返しがつかなくなっちゃうこともあるんですよ、ね、だからさらに大きくなっちゃうから、さらに大きくなっちゃう、だから一回リセットということで、骨作りは頭ちっちゃく作るんですけど、今回ちょっとポテッとしたような見栄えがあるように作っていきたいなと思います、はい、で展示会なので、そこまで太い針金ってあんまり使いたくないんですよ。目立っちゃうから、目立っちゃうから。であとは幹にも曲げ、あんまりかけないようなやり方をしたいんですね、はい、なので手なしも骨ってできてるんです、ある程度、うんうん、なので枝先がこう整うぐらいで、枝数も少し残してやってあげる方がいいかなと思います。まあ、本当は針金も見えなくするんですけど、上手い人だったら隠して、じゃあ今回それがちょっとこの葉の量でいけるかわかんないんですけどね、まあ、なるべく目立たないようにってことですね。そうですね。あとはフルッパも極端に取らないですね。本当に茶色いだけ取って、下に垂れてるのはさすがに取りますけど、はいはい、全体的にもうみっちり全部取るっていうわけじゃなくて、なるほど、残した状態でやっていきます。で今お客さんの方に希望というか思考の話を聞いたので、こういう木ってこうやって下に垂らす場合と、うん、少し頭をポテッと高く作る場合、はい、2種類あるんですよ。で基本的にその種出しとかで使うやつは頭がこうやってある場合が多いんですね。その方が合わせる職も多いので、もう本当に見解しちゃうと高い高直に乗せないといけなくなってきたりとかするっていうのもあって、ちょっと今聞いてみたんですけど、まあこのねぐらいの高さで頭ができればいいんじゃないかっていう話で、はい、このぐらいですね。であと角度の話で、今ここで正面なんですけど、このぐらいの角度にするとここの幅が出てくるので、厳しさが出てくるだろうということで、このぐらいの角度のこれをちょっと下げる感じですかね、ちょっとに作っていきたいなと思います。なるほど、はい、まずはこの下の枝から
決めてって、うん、でだん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 裏で頭っていうふうにやっていきたいと思いますので、はい、まずはここをやっていきます、はいはい、そんなに極端に枝は動かす必要はないんですね、このぐらいの木だと、うん、だから割と細めのやつでやっていきます。金沢どうでしたか？いやもうね、大盛況ということで去年の方も来てくださって、あ、まあ、いるだろうね、多分楽しい、楽しいね、3日間になりました。3日間、まあ、展示含めると1週間なんですけど、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来年も行ければと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。次はリッツ、リッツですね、またリッツで、はい、はい、どんどんカンタが遠くへいつもやってる枝先で分けてる感じですよね、掛け渡してる感じ。どことどこでやろうかなと思って、どうですか高木先生の見立ては？見立てですか、うん、もうちょっと低くしたいなっていう、うん、もっとこう縦に縦に縦っていうんですかね、平たいじゃないですか、平面的な、あ、よりこう奥行きはあるので、なんていうんですかね、ここの弟子は2人とも語彙力が知恵が下手です教室に来る人に影響が受けそうです。説明が下手です、この教室って。パッションでね、みんな。Google のレビューに書かれてこの教室は説明が下手です。はい、こんな感じですかね。一目だ。ああ、そこ。挿絵枝の部分です ね、 そうですね。まだちょっと角度あるんで、うん、最終調整またどうなるかわかんない。これちょっと上げるかもしれないし、はいはい、こっちをもっと下げて、こっちをもっと下げてとかってなるかもしれないですけど、とりあえず掛け終わりました、はい、で上との関係性でちょっとまたどうするか決めたいと思います、はい、じゃあ次裏枝やっていきます。裏枝、はい、やる順番は下から、下から。なんで下からって話が結構教室の方でもあるんですけど、はい、単純に作業の効率の話っていう面と、木をそのものを考えた時の話、2つが合わさったのが下からっていう理由なんですけど、要は五葉松とか赤松とか黒松っていうのは小白類っていうのは枝が柔らかいんですね、はい、自然界でいくと古い木っていうのは枝がたわんで下に向いてグーッといっても折れずに耐えるから、小白類は下に下げるんだって初歩的な針金掛けの話であるんですけど、こう基本的にはさっき言ったようにその下から上にかけて全部の枝を下げていかないといけないんですけど、上からやってしまうと上を下げようと思っても下が下がってないから突っかえちゃうんですよ、ここが下がんないよみたいな。だから下からやることによって要は効率がいいっていうので、下からやっていく、はい、ということです。裏枝を、裏枝やっていきます、はい。はい、こんな感じですかね、はい、今出来上がったのここまでできました、はい、以降ちょっと気になってた枝がありまして、針金掛けする前からちょっと気になってはいたんですけど、ここの枝、はあはあ、これがちょっと上から見てみると分かるとは思うんですけど、ちょっとね長いんですよ枝先まで、はいはい、でこっちに2本目のサブの枝あるんですけど、うん、こいつはまだ短くていいんですね。まあ、タグってってやってもいいはいいんですけど、そうすると見栄えも悪いし太い針金使わないといけないし、でかといってこれをこっちに持ってくるとここの見どころが見えなくなるんですよ。でいろいろ今ちょっと話したんですけど、ここいらないだろうって話で、はい、これ取っちゃいます、はい、ここは割と大きい決断かもしれないですね。で頭もこんもりしたいのであんまり履かずっていうのは少なくしたくないんですけど、でもちょっと取っちゃいます、はい、はい、うん、こんな感じ。こいつが
今度はこっちに来るっていう感じですね。なるほど。でこれがこっちが下がってきて、こう作っているっていう感じ。次は、まあ、ここ決めちゃってもいいかもしれないですね。ここやってみましょう。はい。ここはあのまた後で処理しておきます。はい。盆栽Qストアで通販もやってます。詳しくは概要欄をご確認ください。だいぶ日が暖かくなってきました。3時間ぐらい経ってる。そうですかね。お昼食べて、また教室の人たちに教えてましたね。はい、どうぞ。はい、お疲れ様です。失礼します。今私が思うのは、日が陰る前に終わってほしいと。どうですか、終わります。もう終わる。あと30分おお。でもあとは頭だけ。頭だけ。頭だけです。夕日であんまり見えないな。昨日結構で見えなかった。影になっちゃって。画面では映ってるか。結構そこきつく曲げましたか。そうですね。見えるかわかんないけど、ふっと頭返してますね。角度これぐらいにしたいんで、横から見た時に、さっきこうだったじゃないですか。こうやりながら、なんかその角度で横で見ながら水平を作っていくといいかもしれないですね。上出る角度にしてね。そうそうそう、こんな感じで出来ました。できました。植える角度はそのぐらい。正直ね、夕日であんま見えないんだよな。そこならまだ見える。一応これが完成形になるんですけど、ポイントとしてはここの高さをちょっと高くもなく低くもなくというところで、ここのラインぐらいで作ってくれっていうような話があったので、そこら辺に合わせて作ってみました。はい。であとはボリュームに関してなんですけど、やっぱ頭は少し大きくなんですけど、作って傘を作ってるような感じですね。はい。まあ、ちょっと葉っぱが多いっていう見え方をされる方もいるかもしれないんですけど、これぐらいあった方が展示会では評価されやすいので、これぐらい残して作ってきました。あとはここの植え付けの角度が幅を出したいということで、こうからこういう風にちょっとなってますけど、それがいい、ここの迫力を出してるんじゃないかなと思います。このぐらいの五葉松だと、普通の未生の五葉松だとなかなか腕が伸びちゃって詰まってない木っていうのは多いので、目数を多くするにはやっぱこういうやり方しないと厳しいですよね。ちょっと頭の方は後ろから持ってきたりとかやりましたけど、ここか、ここがギュッと曲がってるんですよね。ここかな、ここら辺とか、横から見るとこんな感じですかね。下から見たいです。ここが抜いたやつですね。はい。後でカットパスタ塗っておきます。そんなにただ僕もグイングインにするのは嫌いなので、針金も長く、ピッチを長くやってみましたけど、なるほど。はい。それでね、この裏枝がちょうど隙間に見える感じだから、そうですね、全体的なバランスとしてはまあ、ちょっと大きいかもしれないですけど、この棚の大きさっていうのは、これぐらいあった方が飾り映えはするので。なるほど。はい、これぐらいにしました。飾る時のポイントとしては、やっぱ頭を小さくしすぎないっていうこと。そうですね、頭中品に限らずですけど、大きい盆栽もそうなんですけど、飾る時は基本的には頭が大きいっていうのが今の主流ですね。主流。はい。なので展示の時はね。展示の時は、なので少し大きめに作ってあげて、方がまあ培養管理がいいというふうに見せるんですよ。はい、であと針金がそんなに目立つところに出ないように。そうですね。あんまり太いのにはかけないで、なるべく細いやつでやってあげるっていうのは必要かもしれない。なるほどね。で飾る時はちょっと根軸みたいな、ちょっと少しした硬軸に乗せてあげると、より県外の雰囲気が出てくるかな。
この動画がいいと思った方は、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。お願いします。Please subscribe and hands up. Thumbs up. Thumbs up. Hands up. ってこの人だ。Thumbs up. Thumbs up. バイバーイ。今週の、はい、高木京志郎のコーナーどうも。数少ない女性ファンがもしかしたらいるかもしれない。いるかもしれない。10% は女性なんで。あ、はい、じゃあその 0.0 何パーでもいたらいいな。嬉しいです。はい。どうですか。今週ですか。もう何日目？13。13ですよね。半月だいたい。はい。慣れてきた。そうですね。慣れてきたっていうのはあれですね。朝毎朝5時に起きてるんですけど。の。5時起きが結構慣れてきました、ね。ちょっとでも。最近寒いじゃないですか。寒い。やっぱ布団からなかなか出れない。出れない。ちょっと遠いからね、家ね。そうですね。なるべく早めに引っ越したいな、近くに行きたいなっていうのが今年引っ越したばっかでしょ。そうなんですよ、うん、なんでまだもうちょっとって感じです。これセカンド？セカンド、でも自分セカンド結構きつくないですか。なんか自分で自分をあげるって。だから私今撮ってる結構恥ずかしいな、ね、一回やろうかなと思ったんですけど、でも恥ずかしいから嫌だな。まあ、でも盆栽の弟子が何するかっていうのは、あ、そうです。こう細かく聞きたいんじゃない。あ、まず毎朝来たら掃き掃除です。掃き掃除、はい、いろいろ。神田くんやってた朝のこと。わかんないです。なんか やってるかどうかって言われたらわかんないですけど、でもなんか盆栽やって掃き掃除のイメージ。イメージあるね。ありますので、まあ、最初はとりあえず掃き掃除か。まあ偉い。やってます。毎朝来て、うん、ちょっとずつちょっとずつやってきてるんで、うん、結構最初の方結構やんなきゃあなってたんですけど、最近あんまりやらなくても綺麗、うん、になる、綺麗になってます。なるほどね。はい、今週の京志郎でした。はい、ありがとうございます。セカンド。セカンド。セカンドどうす、セカンド全然上げてないからね。セカンドそうですね、ちょっとまだ、はい、あの旦那と話してないので早めに話して、師匠の許可を得てから。そうですね、ちょっと取らせてくださいと。そうです、まあ、その修行の、あのなんていうんですか、影響ない範囲ない範囲でねやっていきたいかなと思っております。仕事終わりでもいいんだからね。そうですね、毎日仕事終わり1時間撮影してってもいいからね。そうですね、相談しよう。そうですね、ちょっともうちょっと慣れてからかな。そうですね、あとその休みの前の日とかだったら別に、うん、明日休みなんで行っていいですかみたいな。そうですね、できそうな感じするかなと思って、うん、でそうすると今度神田さんいないんですよね。そうね、だから一人で何をやってるのか分かんなくなっちゃう可能性もある。生配信でね。そうですね、やっていきたいかなと。うん、お疲れ様でした。どうぞ。